召喚に応じ参上した。セイバー、テセウス。うん、僕はそれなりに何でもこなせるよ。さあ、何からやってみようか。さあ、マスター、張り切って出陣だ。主従か。異論はないよ。主に仕える身も、仕えられる身になることも慣れている。マスターには、先達としてアドバイスを送る立場かな。多少傲慢だと思わなくもないけれど。僕だからこそ見えてくるものもあるだろうからね。アステリオス！いや、僕は通りすがりのただの人間だ。君のような英雄と関わりはない。バレバレ？しまったな。顔を隠しておくべきだった。なあ、マスター。あそこにいるのはギリシャの女神エウリュアレ様だね。僕を睨みつけているのはなぜだろうね。え、アステリオスの親しいサーヴァント？そうか。それはよかった。うん、本当に。彼のことを理解してくれる人が一人でもいるなら。いや、久しぶりだね、みんな。元気そうで何よりだ。アルゴノーツ、懐かしいね。イアソンは相変わらずやかましいままかな。そうか、変わりないようでよかった。コルキスの魔女と関わりがあったか？伝説によればあったのだろうけど、メディアはあまり記憶がないのだろう？だったら、同じ名を持つ違う人間か、もしくは僕たちにとって大したことのない出来事だったのさ。好きなことか。英雄譚を語るのも、英雄譚として語られるのも結構好きなんだ。君もきっと英雄なのだろう。嫌いなこと。うん、もちろんあると思う。それは、自分自身。あるいは、過剰な自信、傲慢さ、貪欲さ、そこら辺かな。マスターも、節制という言葉を常に頭に置いておくといい。聖杯に望むものは何もない。僕は間違えたかもしれないが、僕の間違いは、是正されるべきものじゃないからね。マスター、お祭り騒ぎのようだ。君、割と好きな方だろ？行ってみよう。いや、どうしたのかな？君の頼みなら喜んで。うん、いいとも。どこかに出陣なのだろう？あるいは雑談かな？いずれにせよ。君といると心地いい。時間を取らせるのが申し訳ないくらいにはね。アステリオスについて？そうだね。彼に罪は確かにあった。でも、無自覚の罪を罪と呼んでいいのか、弾劾すべきなのか、父親に責任はないのか。そんなことをぐるぐると考えて、僕は結局、一歩たりとも踏み出せていないのさ。僕の半生は幸福、半生は絶望だった。時に傲慢になり失敗もした。僕の精神性は、すべてを過去に思いつつ、若者の時のひたむきな情熱が宿っている。だから、君が同じ間違いを繰り返さないように助言をし続けよう。それこそが召喚された理由じゃないかって思っているんだ。テセウスだ。大丈夫？
お腹とか空いてないか？ガントレットを装着したよ。なかなかにいい感じだ。腕が斬撃に耐えられるだけで、戦術は大幅に変わるものだからね。次を楽しみに待つといい。後悔はさせないよ。これは戦利品というよりは遺品だね。僕が使う権利があるのかと悩みもしたけれど、本人に聞いた限りでは別にいいらしい。考えすぎだったのかな。アステリオスのことを忘れることはないよ。永遠にね。虹が出ているのか。美しいね、世界は。僕は思っていたんだ。英雄の条件とは、どれだけ世界が美しく思える人間を増やせるのかじゃないかって。でも、増やすためには、世界を美しく思えない人間を切り捨てる必要があった。僕は、アステリオスに世界を美しく見て欲しかった。今その願いが叶っている。だから泣いているのさ。いいね、これは。筋力が増してきているのかな。これ以上肉がついたらオリオンみたいになるのだけど。Thank you.
始めようか。手加減できるといいのだけど。落ち着いて、落ち着いて。はぁ、何度やっても緊張するな。多分殺してしまうと思うけど、すまないね。さて、やるとするか。マスター、指示をよろしく。これだ。アリアドネ、紡ぐ。全力を出す。了解了解。うん、引き受けた。導きを信じよう。いざ。これは僕の選択だ。ホーグか。よし、捕らえた。砕け散れ。押し潰す。喰らえ。ここだ。はあ、アリアドネの意図よ。決めさせてもらう。どれほどのものか。終わらせようじゃないか。栄光と勝利のために我が意図よ、導きたまえ。アリアドネ・アポリト・アーディス、討ち取った。天魂一滴、勝利の道筋あるならばそれに我が命をかけよう。アリアドネ・アポリト・アーディス。ホーグ、まだまだ。何の、ここまでか。結局僕はこんなものか。すまない、すまない。本当に僕の人生は少しばかり幸せが多すぎた。ああ、勝利だ。マスター、喜びを分かち合おう。なんとかなったか。さて、どうしようか。まだまだ先は長いけど、今はこの勝利に浸ろう。